もカズです。今日はですねこちら、大英博物館の方に来てみました。はい、相変わらずぼっちです。はい、前ちょっとここの前のところ、そこの柵門の前は行ったんですけど、通ったんですけど、中には前回入らずに、散歩してしまいました。なんで今回はちょっとせっかくなんで中入ってみようと思います。で、結構ヨーロッパいろんな場所にこういう博物館とかそういう観光スポットあると思うんですけど、そこはだいたいそういう場所ってセキュリティチェックがあるんですよ。なんか刃物とか爆弾とか持ってないようにっていうことで、で、それをするのにだいたい日によると思うんですけど、今日平日なんで多分人少ないんで、それで5分ぐらいかかりました。言ってね、中ちょっと開けて見せるだけなんで、で、もしできるなら荷物を何も持たずに入ることをお勧めします。そうすればね、普通にそこスルーできるんで楽ちんです。でも短期間の人は多分あんまりそれが無理だと思うんで、そういう風にちょっと時間かかるかもって思っていてください。はい、では入ってみます。見えないエントランス。ここは日本語が結構表記がありますね。そうですね、ドアをね入って、クロークルーム、クロークもあるみたいですね。でもクロークは多分お金かかるんじゃないかな。一応ちょっと見てみます。ここはあれですね、多分ショップですね。やっぱりかかりますね。はい、傘で1ポンド、コートで2ポンド、バッグで、4キロまでで 2.5 ポンド、それ以上で8キロまでが5ポンドです、ね、ショップが、ここはショップですね。あとで、そうちょっとね、漫画とかアニメ好きなんであれなんですけど、ちょっともうちょっとすると始まるんですよね、漫画の展示が。ちょっとまた来たいですね。それだったら別途料金かかるかもしれないんですけど、ちょっとそれはちょっとぜひ来ようと思います。せっかくなんで。それじゃあ中見てきます。